近藤和彦は、プロ野球選手。天秤打法と呼ばれる、独特の構えで打席に立つことで知られる。大阪府高槻市生まれ。高槻市立第一中学校で野球を始め、平安高校では、1953年の春の選抜に控え選手として出場するが、出番は、第第一打席のみに終わった。チームも2回戦で、伏見校に敗退。卒業後は、 明治大学政治学科に一般入学で進む。立大の長島修行らと同期であった。実績もないため当初は第二合宿所にも入れなかったが、夏の広島遠征で結果を出し、秋からは合宿所に入り土屋博光と同部屋になった。東京六大学野球リーグでは、一年秋に代打でデビューすると、藤田元次の前に凡退するも、杉浦正からは代打で、 敵時三塁打を放つ。二年生からレギュラーとなり、エース秋山登を擁し1955年、春季リーグの優勝に貢献。同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で日大を破り優勝。また同年の第二回アジア野球選手権、大会日本代表に選出された。しかしその後は壮大、立大の後人を廃止優勝から遠ざかる。 リーグ通算83試合出場、255打数66、アンダ、打率、259、0本塁打、23打点、ベストナイン3回。1958年に、太陽ホエールズに入団、キャンプで速球を打つ方法を、試行錯誤しているうち、剣道の構えからヒントを得た、天秤打法を発案。右手は、バットのグリップエンド、左手は、 バットの中ほどを持ち、バットを頭の上に寝かせて構える独特の打法であった。古傷であった肘の痛みを和らげるための方法であったとも言われている。1年目から外野手、一類手として起用され、シーズン中盤には3番打者に定着。打率、270、13本塁打を記録した。1960年には打率。 316の高記録を残し、初のリーグ優勝に貢献。毎日ダイエオリオンズとの日本シリーズでも15打数、6安打と活躍、チーム日本一に大きく寄与した。1961年7月8日にサイクル安打を記録。自他共に、鈍足の選手であったと認めているが、優れた、走塁技術でそれをカバーし、1961年には35盗塁で、 トール用のタイトルを獲得。1963年のオールスターゲーム第一戦では、9回裏に稲尾和久から、さよならに乱本類打を放ち、MVP に輝いた。打率リーグ2位を通算4回、打率3割を通算6回記録したものの、首位打者は一度も獲得できなかった。1966年5月10日の対、阪神タイガース戦で一ったは、 さよならとなる本塁打を放つも、投球前にタイムがかかっていたため、打ち直しとなり、ピッチャー頃に終わった。1971年には三塁手種の松原誠が一塁に、周り、出場機会が減少。1973年に、宮原秀明外野手との交換トレードで、近鉄バファローズに移籍し、同年限りで引退。長島茂雄は、 近藤のことを最も有力強力なライバルの一人として高く評価している。1960年代の実績から2000本安打は元より就寝打率3割も達成可能と期待されていたが、その後の衰えが早く惜しくもいずれの記録にも届かなかった。引退後は対応の2軍打撃コーチ、1軍作戦兼打撃コーチ、1軍作戦総合コーチ、 一軍打撃コーチ、フジテレビ日本放送解説者を務めた。1985年から1986年まで、対応の監督であった、近藤貞夫に昇平されて、日本ハムの一軍打撃コーチ、二軍監督、ヘッドコーチも務め、その後は NHKBS のメジャーリーグ中継の解説者を、歴任し、1997年には、 韓国プロ野球のハンファイーグルス打撃コーチを務めた。マスターズリーグの発足に貢献したが、2002年6月10日午前3時55分、多臓器不全の試し去。66歳ボーありがとうございます。